こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、アジア大会運営トラブル相次ぐ、経費削減でほころびということでですね、毎日新聞がですね、9月26日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、人選アジア大会は中盤に差し掛かったが、運営をめぐるトラブルが相次いでいる。大会組織委員会は選手村に不審者が侵入したことを明らかにするなど、スポーツ大会で重視される選手最優先を揺るがす騒ぎも起きている。こちら、厳しい財政状況を受けて組織委員会が経費を、節減したことで、ほころびが出ているようだということでですね。まあ、お金がないから、全然運営ができてないということですよね。今の韓国と本当に、同じですよね。で、カフェテリアに不審者が侵入したりとか、セキュリティの甘さっていうのも、かなり問題がありますよね。で、この、あと交通渋滞も起きてて、競技大会が、開始できなかったらしいですね。まあ、これはちゃんとガードマンとかですね、しっかり配置して、やるべきなんですよね。まあ、それがもう韓国は何も分かってない、って感じですね。本当に。で、まあ、ボランティアも、この大会にいるんですけども、まあ、韓国では、就職に有利になると考えられて、ボランティアを応募している人が多いらしいですね。まあ、そのうち、70人以上がもう辞めていると。あららって感じですよね。で、まあ、この、半分以下だったらしいですね。最初、募集かける、方々は、の半分しかいなかったみたいですね。応募者が。まあ、それもおかしいなと思いますよね。で、このソウル五輪とかですね、参加された、ボランティア経験した人は、もうこのいい加減だと。こんな運用を初めてだというふうにお怒りということですね。で、またその選手側の方も、外国人選手はお肉がない、サービスも良くないと、車もない。まあ、本当にその内々尽くしでお怒りのようで、以前もですね、私もお伝えしたんですけども、エアコンがないとかですね、Wi-Fi は使えないとか、あとエレベーターがない。日本選手の方でエレベーターがなくて苦労されてる方もいらっしゃって、で他の国の、党にはですね、エレベーターはあるらしいんですけども、待ち時間が長いとか、本当にその売りならの、クオリティでやってるので、本当に恥ずかしいですよね。同じアジアの人間として恥ずかしいと思いますね。本当韓国とは関わらない方がいいですよね。で、ピョンチャンオリンピック2018年にあるんですけども、開催してほしくないですね、はっきり言って。他の国でやってほしいですね。ということで、韓国とは関わらないのが一番ということで、これからですね、続々とですね、韓国の人選アジア大会のですね、悪い点がまたクローズアップされそうだなと思いますね。はい。このアジア大会終わるまでちょっと、注視したいと思います。はい。本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。